ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが、間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ、山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑目は殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今斑目に死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと。斑目は堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは片木とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何をバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。